柏勝利 NHK をぶっ壊す。令和2年2020年4月の15日水曜日です。時間は23時21分であります。 NHK から組元の大橋正信でございます。ということで、本当はね3本で終わりにする予定だったんですけど、ちょっと言い忘れていた、いやどうしてもね言っとかなければいけないということがありましたので、ちょっと触れたいというふうに思います。本当にですね、本当にいろんな方が、今回の私の副投手就任に関するコメント、ツイート、メッセージ動画作っていただいていることを本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。で、立花投手からですね、まあ副投手に関する動画があってね、その時にですね、私大橋正信のことを話していただく中で、遠国党ができる前から、そして立花孝志一人報道局ができる前から、立花孝志を応援してくれていたと。その中でね、私だけでなく宇都宮の遠藤議員であったりだとか、今ね、まあ施設秘書から公設在任秘書に昇格している伊藤秘書、この3人がね、本当に古くからの立花投手を応援していたメンバーであります。でその次にね、古いのが尼崎の竹原議員です。僕はね、竹原議員も含めた上でこのね古参メンバー非常に特別視しています。その次に古いのがね、宮城議員であったり、船橋の小川議員とかになるんですけども、ただやっぱりね、宮城議員や小川議員には大変申し訳ないんですけど、僕にとってはね、遠藤議員、伊藤秘書、そして竹原議員はね、また違った思いがあります。本当にね、苦しい時を支えてきた、立花投手をね支えてきたメンバーです。今そういうメンバーがね、地方議員になったりね、伊藤さんなんかは公設秘書ですよ、公務員ですよ。昔を知ってるね、伊藤さん。本当にね、昔はね、出会った頃は引きこもりでね、とてもね、今の様子とは想像できないような負のオーラ全開の伊藤さんだったんですけどね、そんな伊藤さんがね、公設第二秘書ですよ。本当に嬉しい限りです。で僕もね、生意気ながら国政政党の副党首、もう本当にね身が引き締まる思いであるものの、やらなければいけないことがあると僕は思っています。前の動画でも言いましたが、決して選ぶりたいわけではありません。今の遠国党のなんていうかな、こう現場で起きているこのごたごたをどうにかしたいという思いだけです。本来であるならば、副投手なんていうものを受けるべきではないと私は思っています。ただやっぱりね、こういったことをできるのは自分で言うのもなんですけども、僕しかいないと思っています。嫌われ役をあえて買って出ることができるのは僕しかいないと思っています。そして誰よりも NHK から国民を守ると愛しているのは、どの地方議員よりも僕は勝っていると思っています。だからお受けしました。NHK から国民を守るとは、NHK に対するスクランブル放送の義務化の法改正であったりだとか、
悪質な NHK 集金人をどうにかしなきゃいけない、そういった思いで立ち上げた政党ですし、そういった思い思った人たちが集まっていると僕は未だに信じています。でもね、そうじゃない人間もいます。党の方針、党首の意向というものを全く汲み取らずに自由勝手やっている。まあね、まあ、あえて、まあ、先ほど出したね、遠藤議員や竹原議員、そして伊藤さんのことはね、ちょっと置いといて自分の思いを言わせていただきますけど、つい最近関わるようになったぐらいで N 国党の何を分かってるんだよ。 NHK が被害に遭われている方の気持ちを考えたことがあるのか。選挙は遊びじゃないんだよ。ごっこがしたいんだったら他のところへ行くか、自分で政党政治団体立ち上げて勝手にやれよ。自分の自己満足をしたい。というのであれば、どうぞ N 国党から出て行っていただいてね、好き勝手やってくださいよ。党首の意向や党の方針から逸脱するようなそんな人はいらんでしょう。前にも言いましたよね、こういうこと。一兵卒の時に言った発言と、まあ時期って言い方しますけども、副党首である発言、重みが違うというのは自分自身が自覚しています。基本的には一兵卒、一地方議員であろうが副党首になろうが、基本的にはスタンス、スタイルは変えない、変える必要はない。党首からもそういうふうなお話はいただいています。まあ、ただね、まあ、ネット、よく特にツイッターで、まあ、そういった連中とはどうなのというような、ね、ご意見はいただきましたので、それはもうごもっともと。まあ、副党首ですから、権限はいただきましたから、そんな人を相手する必要はそもそもないわけで。私がしたいのは、副党首になってしたいのは、党の統制ですよ。余計なことはしないでくださいと。 NHK が被害に遭われている方に対するサポート、お守りをする、そこに邁進したいだけです。私や遠藤議員や伊藤さんや竹原議員と、まあ他にもね、現職の地方議員、まあ、浜田議員や丸山議員はね、ちょっと分かりませんけども、少なくともね、N 国の議員はそういう思いでやってくれていると思います。邪魔しないでください。上辺の偽りの振る舞いが必要ありません。言葉ではなく行動で示してください。口だけなら何とでも言えるんですよ。行動で示してください。
私は誰がどのような行動をしているかを見たいと思っています。言葉ではなくね、行動でね、そういう行動できる人は僕は信用し心を許します。口だけの人は必要ありません。有権者の皆さんもそうでしょう。選挙の時にはきれい事を言う、耳障りのいいことを言う。じゃあ実際当選した後はどうですか。何やってるかわからない、どういう活動をしているかわからない、そういう政治家に票を投じたら、ああもう次の選挙投票するのやめようと思うでしょう。一緒ですよ。行動が見える、何をしているか分かる、そういう政治家を皆さん求めてるんじゃないんですか。だから立花党首は日々 YouTube を上げ、まあ時折ね行き過ぎた、まあ僕も一言は言いませんけど、言えませんけども、行き過ぎたね行動があり、今、まあ書類送検され起訴されているという状況であるものの、でもそれは正義の行動であるからこそ、いまだに多くの方から支持をいただいているわけですよ。行動しているからですよ。正義の行動ができないのであれば、N 国党には必要ないでしょう、と僕は思っています。ぜひ、NHK から国民を守ると、関係者も含めて、どういう行動をしているか、ぜひ皆さんね、ご覧いただきたいと思います。でもこれはね、僕自身にも降りかかる言葉だと思っています。口だけで何もしない、ね、副党首という座でふんぞり返っているような状況にもしなっているということであれば、しっかりと、ね、指摘していただきたいと思いますし、現職議員の方もそういったことに、そういうふうに言っていただきたいと思います。今の現場での現状、僕は決して N 国党にとっては決して良くないと思っています。つい最近、国政政党になってから、もっと言えば統一地方選挙で躍進してから、知ったような人たちが、関わるようになった人たちが N 国党を知ったかのように振る舞うのは放置できませんよと私は思っています。まあね、あの古くから、まあ、立花党首からね、竹原議員の言葉はなかったものの、でもね、遠藤議員や伊藤さん、そして竹原議員と僕はね、本当に苦しい、立花党首が苦しかった頃を支えてきたという自負があります。うだうだ言ってる連中は、そういう苦しかった頃、あなたたちは何をしていたんですか。あなたたちって言うとね、ちょっとあれかもしれない。あなたは何をしていたんですか。別にね、僕は議員になりたかったわけじゃないですよ。議員になりたかったわけじゃないです。いまだに僕は立花党首を、 NHK をぶっ壊すために応援したい、そのために僕は党を愛し、一人でも多くの議員が誕生してほしいとは思ってはいますが、不要な人材は必要ありません。まあ、僕に対してね、N 国党に対する思いというものをぶつけたいという人がいるのであればね、ぜひともね、面と向かって言ってみてください。僕より N 国党に対する熱い思いがあるという自信があるのであれば、どうぞ言ってきてください。それとまあね、
ボランティアに関するお話をさせていただきました。前の動画でね。で、できれば自主的にご遠慮していただくことが理想というふうにお話をしました。以前にね、私やそして現職の議員から来ていただかなくて結構ですというようなねことを、表現はいろいろあったかもしれませんが、まあ、いわゆるそういうようなことを伝えたことがあります。ああ、僕はどうなんだろう、私はどうなんだろう、僕は遠慮されるべき人間なのか、私は政治活動、選挙運動に入らない方がいい立場なのか、迷っていらっしゃる方はぜひ私にご連絡ください、お電話ください、お伝えいたします。この動画をご覧いただいている方の中でね、僕は私は政治活動選挙運動 N 国とのね政治活動選挙運動に参加していいのかどうかわからない方、ぜひご連絡ください。090-6039-6088 090-6039-6088 お電話いただければ私がジャッジして差し上げます。いつでもご連絡ください。まあでもいつでもといってもね、常識の範囲内の時間帯でねご連絡いただくことを望みます。よろしくお願いいたします。以上です。柏市より NHK をぶっ壊す。